どうしよう。二人で抜ける？ハリケーンマジで最低だな。おい、てめえ、この野郎。いた時にも。違うもん。俺一人になったとしても、しょぼい銀行強盗でもやり続けるぞ。それで帰るの？リドルで頑張るか。フルスピードで走るのが、俺の人生だった。どうやってんだよ。あ、よいちゃん、ちょっと話したいことある。ハリケーンさん、ありがとう、ソモさん、ちょ、来て来て、よいちゃん。おい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 、どうなるんだよ、俺ら。ねえ、どうしよう。二人で抜ける？結局何もさ、役に立たないまま渋春出てっちゃったよ。わかる。いや、俺もさ、昨日の夜さ、ギャングの構想あったんだけど、マジでなんか NPC のふりしかしなくて気まずくてさ抜けようか迷ってるところで、このビッグニュース、どうする？でもさ、他の人がどうするかまだ私決めらんないな、これ。あんなに仲良くしてたよ、でも。まあだから解散式をするか、この 5人で頑張るか。5人かー。でも、ポテチ入ったばっかだよ。もう抜ける気まま。あ、もう、とりあえずもう、クラチさんに席開けといてとは言ってるよ、もう。マジで最低だな。やっていくってなったらマジどうするかじゃない、うちのチームが。正直犯罪の IGL とかがいないからさ。まあそうね、やっていくぞって言うのも結構無そうなんだよな。私めっちゃ成瀬さんとバニラさんにも気使ってもらったから、ちょっとあの二人が決めるまでは。まあさすがに一回、まあこうなるならこうしたいですのちゃんと言おうか。そうだね。てかみんなで話すしかないと思うな、一回。じゃあまあとりあえずもどかさんが来たら集合じゃない？そうね。夜のうちに来るっしょ。クズになるか、筋を通すか。でもドミニクだしな。ファミリー裏切るの一番ねえだろ、こいつが。ギャングになっちまったぜ、この野郎。しかもさ、あれ、もどかさんやん。お前、え？ちょっと二人でドライブするか、お前。何？よいちゃん、ちょっとアリケンと二人で喋ってくる。ねえ、何？怖い。おい、てめえ、この野郎。なんすか、お前抜けて、なんかよいちゃんも一緒に抜けねえかって言ってるらしいな。だってもう終わりじゃないですか、このチーム。本当に終わりなのか。お前は何がしたいんだ、この世界で。俺は何がしたいんだろう。求められたい。メカニックで十分なんだ。は？え？荷物け？あれ？あれ？おいおいおい、ちょっと待って。待て降りてこい。おい、てめえ、この野郎。おい、降りてこい。いろいろ事情が。おい、これ俺らどうすんねん。喋ったのか、夜よいちとは。いや、まだね、もう誰とも喋ってないです。やべ、もうボドカさんにバレてんのかよ。おめえがそんなんだから、夜よいち、若干、涙声だったぞ、この野郎、お前。違うの、もう俺のとこに来た時にも。違う、もう落ち込んでたの、もう最初から。お前のせいで泣いちまったよ。違う、一人でアジトのロッカー前で泣いてたぞ、この。ちょ、もうごめん、もう気まずい、もう。とりあえず俺らだけで喋るか。なんと我々のブレイン、今まで大強盗が成功してたいいと言っても過言ではないブレイン渋谷春が神のお告げにより警察側に行くことになりました。申し訳ない、いろいろありまして。バカ野郎。あー、ごめんよ。この野郎、考えてることあってさ、うん、最終日さ、2億の銀行終日してくんない？最終日ね、俺もそれ思ってたよね。最終日俺らがメンバーがまだおったらの話な。うん、2億の銀行を襲ってそしたら渋春、お前最終日やから俺らに協力しろ。そん時ばかりはね、するよ。お、どうなってもいい。そればっかりは一応、それまでは、そうね、まともに教訓を全うしてくれ。一応手切れ宣言として、あの1億のヘリ準備してるけどいる？え、ちょっとね、今すぐに欲しい。ほどかさん、俺が他のチーム行くわけないやないすか。まあ別にやめてもいいねんけどな。え、あ、え、ちょっとなんか、まあ、別にやめてもいいけどな。俺はやめるやつは追わない。だから俺はこのチームは、俺一人になったとしてもしょぼい銀行強盗でもやり続けるぞ。マジか、そんな覚悟があるのか、うちのボス。リドルはな、ここで負けるわけにはいかねえ。渋春が抜けても、頭が潰れても、ずっと存続するのが、うちや。おー、ちょ、俺練習しとくっすわ。じゃあ渋春、お別れか。お別れやな、お前。最終日。最終日まで頑張ってリドル、生き残らせるから。頼むわ。ちょっとまた、襲撃前、最終日、ちょっと打ち合わせだけしよう。まあ、俺らを捕まえてみろよ。まあまあまあ、それまではちょっと全力で捕まえるから、僕に捕まらないように頑張ってくれよ。頑張ってくれよ。お前の想像してる逃走経路じゃもう逃げねえけどな。まあ、僕の逃走経路完璧すぎて使うことになると思うが。じゃあね。じゃあまたどっかでな。リドルで頑張るか。フルスピードで走るのが俺の人生だった。おい、ハリケーン。え？リドル抜けんな。絶対おもろくなる。わかりました。
俺リドルにかけます。残りの人生どう？バニーは今の話聞いて。僕は言ってもね、バニー片手間にちょっとやってる感じなんで、全然僕はいいっすよ。お願いバニーさん、他のギャング行こうとしてたって言ってくんない？お前、俺の左に座ってるやつと全然違えない。え、ボコボコにしたっすか、ちゃんと。後でする。あ、オッケーオッケー。おい、菅原。どうしたの？我々のギャング、今、窮地に立たされてる。私たちのブレイン、渋谷春がですね、あまりにも有能すぎて、警察側に引き抜かれました。いや、俺さ、失礼、俺、バカ DM 来たってや。いや、一個言っていい？うん。俺はできるよ。え？え？みんな自信なさそうだけど。またまた。みんな自信なさそうだけど、俺できるよ。銀行強盗とか。教えれるよ、みんな。銀行強盗ってミニゲームあるっすよ。お前ミニゲームできなくて吐きそうになってたのに。一旦豪華客船やりに行く？やろう。豪華客船、準備しよう。俺金、リドルのみかじめで3000万ぐらい取ったんで、なんか買ってくるっすよ。え、お前マジそれ持って抜けようとしてたの？もう、そうだよ。本当に最低じゃない？お前マジでゴミじゃない？いやもうどうせ抜けようとしてたの？お前どうせ抜けんなら金全部取って抜けようか。え、スターさん聞いて、私がさ、結構もう本当にさ、シクシクしながらさ、アリケンさんに会いに行ったらさ、どうする？抜けん？って言ってなるか。その現場に遭遇したら。で、ヨイちゃんが泣いてる間、俺、ここら辺全部回って3000万ゲットしたんだよね。マジで回ってる。お前、ガチでクソ。怖いすぎんだ、お前は。お前が彼女できたことない理由分かった。頑張って働きます。内見終了した。内見終了。かっこいいね。でも2億でしょ？マジな話をすると、みんなで折半したらもう多分くれると思うよ。いや、アリケンが1億出すのや。アリケンがガチで1億出すのや。だから、俺らで1億頑張れば。もう変えちゃうんだね。もういけるんじゃないですか？変えちゃうんだよ。じゃあ、もどかさんに1億円振り込むよ、俺。おう。あ、もどかさんに。え、アリガネ払うわ、全部。アリケンやるな、お前。あー、こんぐらいやるか。こんぐらいしちゃったよ。こんぐらいやな。じゃあ、あとは、あとの5人は2000万円ずつなのか？今のところね、1000万しかない。今のところ1000万しかない。あ、じゃあ分かった。じゃあ分かった。1億5000万払うわ、俺が。うわぁ、そうだろ、マジですか？何なんだ、お前。ごめんよ、さっきは。10万、10万、100万、1000万。さっきはごめんよ。ありけん。ありけん。俺は払うわ。えぐー。俺やばい。俺貯金が29万になっちまった。やばい。全部っぱなんだけど。110だよね、ありけん。買いました。皆さん、ありがとうございます。うひょー、バンザーイ、バンザーイ、来た、おい、すげえ、もうこれ家なんだ。来た、俺らのテリトリー。なんかあのアジトから急じゃない？ねえ、やばい、全然風邪ひく。スタさん、え、もうなってるってもの。絶対、ちょ、見に行こう。よかった。いや、めっちゃよかった、マジで。最高の家やったな。